どうもキスケです。今回はこちらの、まあ、割かし新しめに実装されてるバーダック使っていこうと思います。はい、こいつね、僕、まあ、新環境っていうんかな、新しい貫突環境の、PVP になってから一回も見てないんですよね。マジでこいつ使われてなさすぎると個人的には思ってるんですよ。まあ、同時期に実装されたタピオンは割と劇場版に入ってたりするので、まあ、まだ使われてんのかなとは思うんですけど、いや、そんなに使われないかっていうそれぐらいのキャラクターですね。はい、防御タイプで、まあ、防御タイプの割には、まあ、体力も平均ちょい上ぐらいあるし、火力も235,000、射撃も235,000、まあ、そこそこあるんですよね。そこそこあるけど、まあ、なんていうかな、普通すぎるというか、もうシンプルすぎるっていう感じで、まあ、多分使われてないとは思うんやけど、まあ、こんな感じですね。まあ、必殺アーツが一番の特徴じゃないですか、正直。敵に必殺アーツコスト15アップの能力低下を与える。まあ、この必殺アーツ単体やったら、まあ、すごく普通なんですけども、やっぱね、この辺かな。はい、ん、違うな、こっちか。はい、カバーチェンジ、まあ、防御タイプなんで火ダメカット持ってますよと。で、その火ダメカットが発動すると、必殺余ダメージ 75% アップ。うん、これはね、相当強いと思うんで、アラーム鳴りましたね。で、場に出た時バトルメンバーの、自身以外のサイヤ人がいると、余ダメージ30アップ、火ダメージ20カットということで、まあ、そこそこ硬いと思う。うん、そこそこ硬いし、必殺は火力出ると。で、メインアビリティで、まあ、必殺アーツドローしつつ気力30回復してくれるんで、まあ、弱くはねえんじゃねえかなって思うんですよね。はい、どうなんですかね。で、まあ、ラスワン性能もあると、はい、いうことなんですよね。うん、で、落ちバフもあると。わりかしね、優秀なんじゃないかなって思うんですけど、やっぱすごい地味なのかな。うん、地味っていうイメージが染みついてると思うんで、まあ、やっぱ使われない。うん、なので今回は使っていこうと思います。はい、サイヤ人パーティーですね。うん、サイヤ人パーティーで使っていきます。まあ、サイヤ人パーティーは普通にバカ野郎とか、リミテッド悟空3とか、悟空4とか、まあ、そういう強キャラが入ってるので、まあ、バーダック意外とこう有効活用できるんじゃないかなと思います。はい、ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。さあ、マッチングしました。髪の毛パーティーですね。対戦お願いします。どうしようかなどうしようかな。シャロットで行ってみる。まあ、ちょっとシャロット使ってみるか。はい、お願いします。はい、やっていきましょう。避けて、ああ、なるほどいやー、ブルーベジータはやっぱ交代禁止がね、今の環境強いよね。前回覚醒のさ、よし、ラッキー、前回覚醒の魔人ブーもさ、まあ、交代禁止がむちゃくちゃ強いじゃないですか。やっぱもうそういうことなんかなって思いますよね。とりあえず新キャラクターに交代禁止のメインヤビでも何でもついてれば多分強になるよこれ多分やけど。よいしょ。オーケー。オーケー。あ、そうか。ラッキー。できればこのバーダックはカバチェンで使ってあげたいんだよな。避けて。さてさて。あー、すぐ攻撃か。早いな。早いな。皆さん見てください、これヒーローです。これが無課金で全員がゲットできるヒーローなんですよね、これ。
ライジングラッシュって何ですか？めちゃくちゃ硬いやんけ。射撃よいしょ。お、交代したね。これ必殺技でカモかけたろ。避けるやろ。あっ、よし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 。まあ初見は分かんねえよな。魔人ブーなんですよ。魔人ブーなんですよ。ラッキー。いや、このバーラックかっこいいよね。普通にめちゃくちゃかっこよくない？結構好きなんやけど。どうしようかな。これどうしたらいいと思います？ライジング打ちたくねー。来ねえんだ。どうだ。え、マジか。バニ回復早いな。いやー、そうですか。ちょっとミスりましたね。厄介厄介。はい、まあ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 、このまま殴ってと。うれ、通常間に合うっしょこれ。あ、動かねえや。動かねえや。うん、動かんかったらもうしゃあないですよね。そりゃ何したって意味ないですよね。うん、通常結構近づいてきよんな。打撃、うお。見るね。あー、ちょっとバーダックがね、ロゼのせいであまり使えてないけど、ロゼ落とせればって感じではあるかな。はい、通常。やべえなこれ。変えて、あと2カウントぐらいやったっけ。あぶね。はい、よし、これは美味しい。バーダック。バーダックさん、いつ出てきてくれるんですか。まあこれ究極アーツですね。うん、究極アーツ。はい、行きまーす。まあまあ相手は結構ジリ貧なんで、まあでもこっちもシャロットの変身解けたらわりかし危ないか。ヘイだ、かっこよすぎ。近づいてくる。しっかり回避読んでと。オッケー、これはもろたな。よーしよしよしよし。はい、マッチングしました。お相手はソンパーティーかな。お願いします。あと1体はどうしようか。緑でいく、こういく。はい、お願いします。今度の俺はちょっと強い。さあ来い。今度の俺はちょっと強いぞ。おお、ラッキー。回避したと思わせしないパターンですね。はい、ちょっとラグですね。ちょっとラグですね。はい。ツータップ目に反応してくれましたね。いや、厳しいな。まあでもこれカバーチェンジで、ほら見てください皆さん、これ硬くない？めちゃくちゃ硬いよな。ほら。で、このカバーチェンジが発動したことによって、必殺アーズの威力が爆上げになっちゃうということなんですよね。フルフォースできないですね、このラグの中じゃね。ダメじゃねえぞ、この野郎。ああ、強い。あ、強い。さすが。70% アップは伊達じゃないですね。分身していく。まだ瞬間移動使ってないんだな。どうしようかな。うん。射撃。通常で返して。ああ、怖え。
すごい体が重く感じるわ。体が重く感じる。くらえ！よーし。息子やからって関係あらへんからね。やべえ、バーダックだけで無双してる。強すぎ。ライジングラッシュ。ライジングラッシュのイラストもかっこいいね。イラストって言わへんか。モーションか。よしよしよし。必殺アーズもかっこいいしね。オーケー。まあ、フリ属性の赤もおらんし。ラッキー。まあ、バニッシングないからちょっと、気力回復させてもらって、ちょっと強いな。シャラとちょっと強いな。ちょっと、対比。えい。それはちょっと遅ない。それはちょっと遅ない。もう出尽くしたぐらいやったぞ。射撃アースが。通常。はい。おいすー。まあ、せっかくやからちょっとバーダックで殴っていこうか。んーどりゃー。あー、残す。残しちゃうか。残しちゃうか。オッケーオッケー。まあ、このバーダックね、落ちバフもあるけどね。まあ、せっかくやからちょっと殴ってるところを見せたいというか。であとはもうこれ、シャロット変身解けたら終わりなんで。試合終了なんで。もちろん勝ちに行くなら自分から攻撃しないのは特撮なんでしょうけど。やっちゃうな。お前がナンバーワンだ。んどりゃー。ほら。変身解けるぞ。特殊アーツあるぞ、こっち。はい。オッケー。対戦ありがとうございました。またな。はい、マッチングしました。木染め。キンキンっすね。これはちょっと負けたらあかんでしょう。赤である程度受けて、緑の瞬間移動に逃げるみたいなね。はい。お願いしまーす。まあ、硬くもないしね、相手の木染めね。パーセルはいるけど。必殺アーツ。カバチェンが強いキャラクター入れないと、やっぱ厳しいんじゃないか？はい。硬い。ヒットのダメージを抑えてくれてますね、バーダックさん。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。さすがお父さん。包容力がありますね。ほれー。やべ。むちゃくちゃ手前で、やっちゃってんね。さあこれ、ダメージ上がってるよね。70% 必殺アーズ、ドーン！強い！強い。うわ。なんなんでしょうか。なんなんやろ。無心で突っ込んできてますね。はい。特殊アーツ。相手結構厳しいよね、これ。色的にね、さすがに青いないと。だって赤色でちょろちょろ攻撃受けて、こっち瞬間移動控えてるから、ライジングラッシュ打てへんもんね、相手は。危な。残念。どうしようかな、これ。あ、でも結構食らうな。なるほど。おー、よく見た。最初のダッシュの時に使ってくれたらよかったなぁとは思ったんやけど。単発。射撃。へい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 。謝っても許さないよ。はい、ラッキー。オッケー。これは美味しい。まあ、すぐ撃ってくると思ったんでしょうね。ほら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 。どーん。いやー、いい火力やわ。あ、くそ。バレた。マリシングないのバレましたね。恐怖はしたくないよ。アイサーだな。よし。これは、諸田でしょう。はい。落ちへんねや。あ、自動回復あるわ。自動回復あんのかよ。え、そらあるよ。パーフェクトセリアもんね。なるほど。やべえ、強え。
超強い。あ、普通に負けるかもしれんな。いや、そ、ないか。残しまーす。すごい意地悪な戦い方をしてると思うけど。射撃。誰も俺の時飛ばしを超えることはできない。やべ、消えちゃった。ちょっと久々にね、またな、見たいんだよな。無理っぽいかな。え？ラッキー。これまたなっすね。よっしゃ。すげえ久々に見れた。ダーン。ヒュー。対戦ありがとうございました。はい、皆さんお疲れ様でした。今回は劇場版のバーダック使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。いや、普通に強かったですよね。硬いし、必殺の火力もあるし、落ち葉符もラスワン性能もあるし、なんかまんべんなくこいつ持ってるんで、今の環境わりかし戦えると思います。すごい強いキャラだと僕は思うので、まあ、このバーダックが好きだという人はですね、この貫突環境のうちに使っておくのもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは、良きドラゴンボールライフを。バイバイ。You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than with